ロシア皇帝のレガリア王権は、人々に君臨する王の権力、統治権のこと。国家には、様々な定義が与えられるが、一般に、国家は、農耕など、生産経済の発明に触発された、歴史上の大変動に、弱気されて作り出された、社会集団であり、一定の領域そこに居住する人々それを統治する、主権者の三要素を不可欠なものとして有する。 政治機構である。初期国家の主権者は多くの場合、王であり、王はほとんど全ての民族社会において国家の成立とともにその最高権力を保持するものとして出現する。この王の持つ権力が王権であり、王権の起源は神に出自するという信仰や伝承に由来することが多い。ここから王は神の子というような王の神聖性の観念が生まれ、 王は宗教的に神格化されることとなる。太陽神と同一視される古代エジプトの王ファラオはその典型であり、日本においても天武天皇の時代には王君は神にしませばで始まる和歌が盛んに作られた。古代の王はまた被災者的性格を有することも多く、メソポタミア文明におけるシュメールの将や古代イスラエルの王にその典型が認められる。 リィヴァイアさん口へ中世以降は、王の神聖性から距離を置いた理論が生まれる。イスラーム世界最大の歴史家であるイブンハルドゥーンは14世紀後半に書かれた歴史除説において、王権は人間にとって必要不可欠であるとした。人間は、お互いに対する権利侵害や、相互の確執などに見られる動物的性質を持っているために、それを抑制するものが必要であり、それが、 統治者としての王であると述べた。また、ルネサンス期のニッポロ・マキャベリは、君主論を表し、宗教や道徳と切り離された政治の中での君主の役割を論じた。イブンハルドゥーンに通じる王権観を自然権の視点から捉え、社会契約説を構築したのが、トマス・ホップズによる17世紀中央のリバイアさんであった。ホップズはその中で人間の自然状態を 万人の万人による闘争であるとし、この混乱状況を避けるためには、人間が天賦の権利として持ち得る自然権を政府に対してすべて譲途するべきであると述べ、絶対王政を擁護しながらも、それ以前の王権神授説における超自然的な要素を否定した。クメール王朝のアンコールトムナンダインシュメール人の都市国家ウルクの王の肖像エクスカリバーを水に、 投げ入れるバディビア。伝統社会においては、その社会で共有される宇宙論の中で、王はその中心を象徴するものとして神聖視される場合が多かった。特に農耕社会にあっては、王は農作物の成長を促すエネルギーの源であり、神羅万象を統制する力を持つものとされた。ここにおいては、王は人間のみでありながら、同時に、 宇宙の秩序を司る存在として捉えられたのであり、現人心と考えられた、エジプトのファラオは代表的な例である。それゆえ、老衰ないしやまい衰した王はすなわち自然を投御する力を失った王とみなされることがあった。ジェームズ・フレーザーが例示した王殺しと呼ばれるしきたりもこのような背景のもとに理解される。王が住まう首都や王宮が宇宙全体の縮図として、 あるいは象徴として理解される例は、クメール王朝やコマタラム王国などをはじめとするヒンドゥー教圏内市仏教圏の東南アジアの小王国で見られる。ここでは、ボンが宇宙の根本原理であり、その宇宙論は輪廻転生を軸として展開された。また、中国の歴代王朝においては、天の子である皇帝が祭祀の折、 王宮の中央に建てられた明道を回ることによって宇宙の運行が保持されるという観念があった。明道はそれ自体が四季や一年の推移、方位などの宇宙の原理を表した最終建築物であった。古代メソポタミアのシュメールにあっては都市国家の時代も統一国家の時代も都市支配者や王に課せられた責務は外からの攻撃に対する防衛と支配領域内の法上、 平安を確かなものとすることの二つであった。初期の支配者、王は多くの碑文を残しているが、ほとんどが神への奉納碑文であり、内容は、神殿、城壁の建設、運河の改削など、都市や国家の平安と豊穣に関わる行為である。なお、シュメールにあっては王権を授与する神としては、エンリルとイナンナの二神があるが、都市国家分立期にはイナンナ。 領域国家期にはエンリル、統一国家形成期には再びイナンナ、統一国家確立期には再びエンリルというように授与する神が交代する。このことに対し、前田徹は、王権を授ける神がエンリルとイナンナに分かれることは、王権に抱くイメージの差によるのであろうとしている。すなわち、エンリル神は、シュメール統治に預かる最高神であり、この神は、安定した統治を願う時代に、 一方、伊南長美は外敵を排撃する神であり、この神は拡張主義の時代にそれぞれ王権を授与する神として認識されたものであると考えられる。神話や宇宙論、宗教や伝統的な信仰に支えられた神聖なる王が制度化するために重要なのが王位継承の儀式である。王位継承は多くの場合、 単に統治者としての任務の継承ではなく人が神に変わる経過をたどり、悲劇を含んだ儀礼として激化される。それは人格の変換を意識される伝統的な通貨儀礼と、いくつかの面で共通点を有しており、人としての死あるいは一定期間の隔離や陰遁ついで王権のレガリアを身につけた王としての再生、そしてそれを公衆に披露するという一連の儀式として、 行われることが多い。その意味から、王権の永続性は、王のレガリアによって象徴されることが多いと言える。ヨーロッパの王権に見られる王冠、王爵宝珠西アフリカのアシアンティ王国の黄金の将棋、日本の天皇制における三種の神儀、中国の歴代皇帝に伝えられてきた伝国寺、正論党における物資などはいずれも、レガリアとみなされる。 東アフリカのバントゥー族系の小王国では、王権のレガリアは太古であった。また、アーサー王物語では、エクスカリバーと称するレガリアが登場した。古代史学者の山尾幸久は、王権を王の信領として結集した特権集団の共同組織が王への従属者軍の支配を文章し、王を頂点の権威とした種族の序列的統合の中心であろうとする権力の、 組織体と定義し、それは古墳時代にはっきり現れたとしている。一方、白石太一郎は、大和の政治勢力を中心に形成された北と南を除く日本列島各地の政治勢力の連合体、広域の政治連合を大和政権と呼称し、機内の市長連合の名手であり、また、日本列島各地の政治勢力の連合体であった大和政権の名手でもあった、 機内の王権を大和王権権ををと呼称してしてて両者区別いるその中で具体的な出雲の地域における王権の存在を示す事例として、王軍や杉里の語り部の存在を指摘しているものもある。また、山尾によればという時代区分を行っている。王権に類似する用語である朝廷は天皇の政治の場、 天皇が政治を行う場所という限定された意味であるのに対し、王権はまさに王の政治的権力を表すところから朝廷よりも広い意味を有している。また、王権という言葉を近代的な意味合いを帯びた国家という言葉を避けた表現とする見方もある。例えば、上島徹は中世王権の確立として陰権力の出現を挙げており、今谷明も 絶対主義化と中央集権を進める足利義満の権力を室町の王権と呼称している。国家における権力の再生産システムとして王権継承が挙げられる。王権継承において中心となる主体が大王であり天皇であったが継承に際して制度的規制を持たない時代が長く続いた。大平里氏は天皇くらいの制度的継承の確立。 すなわち、平安時代初期における皇太姿勢の成立が、王権継承の古代的完成であると位置づけ、その一方で、平安時代に入ってからの官僚機構の再編が、天皇の地位認識の変化へとつながったと論じている。また、春名弘明は、当初天皇として即位する予定のなかった、公認天皇や官務天皇は、そのため自ら天皇としての正当性を、 獲得しようと努めたのであり、その点が奈良時代までとは異なる平安時代の皇室の創出につながったとしている。古来より集団の中には長が存在した。その蝶の集団に対する決定権が発達したものが王権とみなされている。王の決定に集団が従うという構造は生存のための条件が厳しかった古代においては、 ある程度受け入れられてきたと考えられる。ただ古代ギリシアのポリスにおける限定的な民主政治のような形態も存在したため、生存条件の比較的緩やかな地域においては、他国の制度の受け入れのような形で王権が発生した場合もある。実際に東南アジア地域では中世まで国家という枠組みそのものが存在していなかった地域もある。 各国の歴史が語るように本来地域集団に対して多大なる貢献があった人物が王になるのが一般的であるが王の後継者にそのような業績がない場合は血縁であるという以外に王になる理由は存在していない。そのことに不満を持つ者による後継者争いは歴史を動かす大きな原動力となっている。これは王権は 奪い取ることのできるものという認識が存在していた傍傷でもある。それを避けるためにも地域、時代によって様々な王権を奪われないように権威づけする努力が見られた。その一つがヨーロッパで発生した王権侵入説である。また帝国君主である皇帝による帝権も王権と意味はほぼ同様である。また古代中国や中世ヨーロッパにおいては 王は皇帝、または教皇の下の爵位であり、王権は与えられるものであった。ありがとうございます。